在エクアドル日本大使として在任中の2013年4月10日、エクアドル外務大臣、リカルド・パティーニョと、オタキ・トールは、日本の大倉、財務官僚、外交官。2012年9月11日から、エクアドル中殺特命全権大使、東京都出身。1972年東京大学法学部を卒業し、同年4月大倉賞に入賞する。 1974年5月、国際金融局付け。同年6月、日本貿易振興会。大倉省大臣官房企画関係銀行局、検査部審査課を経て、大倉省を休職し、財団法人世界平和研究所に出向。1990年7月から、世界銀行上級エコノミスト。大倉省理財局国有財産がいい課長。 大倉省理財局国有財産総括課長を経て1996年6月から1998年1月まで大倉省福岡財務支局長1998年1月から米州開発銀行理事2001年8月から農林漁業信用基金理事2003年10月から2006年国際交流基金理事2006年6月から 日本電産株式会社取締役、指摘財産部、法務部担当、2007年6月1日から、日本電産株式会社取締役、コンプライアンス室、指摘財産部、法務部担当、2008年5月1日から、日本電産株式会社取締役をそれぞれ務めた。2012年9月11日から、エクアドル中殺特命全権大使。2016年、 学校法人、北里研究所常任幹事。自身のおじは、参議院議員、第六大防衛庁長官を務めた、小滝明であり、その縁もあって小滝屋の地元である、島根県雲南市三戸屋に通るの名で寄付を行い、雲南市三戸屋地区ではそれをもとに842冊の書籍を購入して、小滝文庫が設けられている。ありがとうございます。